うまちょっと聞いてくれますか。今日さ、家帰ってご飯作ろうと思ったら、なんか冷凍庫開けたらさ、なんか全部一回解凍されてもう一回固まったみたいな状態になってて、なんか腐ってるものもあるし、なんかね、すごいことになってて、ご飯作る気をなくしたよっていう話です。もう、やばくない？ほとんど食材捨てました。だから、お米炊いたんだけど、お米だけ炊いて、もうご飯作る気力なくなったからさ、お菓子食べた。カール全部食べた。もうめっちゃお腹空いてたのにさ、ご飯作る気なくなってさ、カール一袋食べて、これも食べた。ショック。楽しみにしてたアイスもさ、なんか偏って固まってて、もうショック、めっちゃショック。ありえなくない？もう悲しすぎるんだけど。まあこれでも食べるけどね。なんか味美味しいけど、なんか食感がおかしい。うん、めっちゃ悲しい、本当に。泣ける。悲しすぎる。いきまーす。
めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。なんかさ、寝ちゃってたわ。ご飯作ろうと思ったけど、なんかもう今から作る気力がないけんさ、もうパン作った。なんかマヨネーズと卵とチーズ。うわ、めっちゃ美味しそうじゃない？マジでこんな日も全然ある。私、いただきまーす。もうズボラすぎてさ、みんなは真似せんでね。うまっ。美味しい。